はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ、今日は久しぶりにジブリ飯を作ります。すっごい久しぶりかもしれない。で、最近ですね、こちらの商品が出たの知ってますかね。はい、主婦の友社さんから出たジブリの食卓、天空の城ラピュタっていう、これね、料理絵本なんですけど、こちらが7月だっけなに発売になりました。これはね、スタジオジブリが監修で入っているれっきとしたレシピ本なんですけど、これのトトロ版とアーヤと魔女バージョンを買ってて、いろいろショーツでも作ったりしてたんですけど、最近ですね、この天空の城ラピュタが出まして、ドーラのお肉の作り方が載ってたんです。あれだけは今までね、作ってなかったの。ちょっと今回はね、この公式さんのレシピを使って、そのドーラのお肉を再現してみようということで、こちらでね、作ってみたいと思います。というわけで、公式監修レシピで作るジブリ飯天空の城ラピュタ編、いってみよう。はい、まずじゃあちょっとこれ開けてみますね。ちょっと私もちょっと読んだんですけど、どんなやつがね載ってるかっていうと、残業の日の肉団子入りスープの作り方とか、あとラピュタといえばの目玉焼きパンの作り方とか、で他にもシータのシチューとか、飛行石に見えるようなゼリーの作り方とか、そういうのも載っております。で、この中にそのドーラの食べた塊ハムっていうのが載ってて、一応ね、レベルで言うとレベル3のうち1。本当か本当なのか本当かよっていう感じがするんですけど、一応なんかね、でも結構少なめだし、一応オーブンでほぼ焼くみたいな感じなので、そこまでハードルは高くないみたいですね。じゃあちょっと早速やってみましょう。はい、というわけでやっていきます。ちょっと普段だったらキッチンでやるんですけど、このレシピは包丁とまな板がいりません。なのでちょっともうすぐできちゃうなという感じなので、今日はキッチンじゃなくてね、ここでいきます。言うなれば、熟成させて焼くっていう感じなんですね、工程で言うと。で、前私がハウルのベーコンエッグを再現するときに、ベーコンを作るところからやろうみたいな企画をやったんですけど、ちょっとそれに工程は似てるかなという気がしました。いやー、見てください、でっかー。はい、だーん、豚肩ロースですね。よっ、焦点ねえ、なんで焦点。もうこれはもう塊肉なのが一番の醍醐味なので、なるべく大きいやつをね、買ってきてください。使う材料は豚塊肉と普通の岩塩とこのマジックソルトを混ぜて使います。ニンニクとローリエですね。じゃあまずはこの塊肉に砂糖をまぶします。なんかね、砂糖をまぶすことで臭みがなくなるんだか、柔らかくなるんだか、ちょっと忘れたんだけどなんかね、そのすごいね、大事なんですよ、この砂糖を塗るっていうのが。うわー、なんか久しぶりにちゃんと料理するな。ちょっと最近全然料理してなかったので。みんなはさ、週どれぐらい自炊します？なんかさ、ちっちゃい頃はさ、大人になると毎日料理して当たり前っていうか、母親が結構毎日ちゃんと副菜とメインとみたいな感じで作ってくれる家だったのもあって、私も大人になったらこれをやるもんだって思ってたけど、実際さ、自分が大人になったら全然できなくない？中にはその料理がね、めちゃくちゃ好きで、もう料理してる時が息抜きっていうか、全然苦じゃない人もいると思うんだけど、私の場合は完全に料理はタスクなんですねこんなん言ったらもう今期届きそうだけど、なんか家帰ってさ、その料理をするっていうのがもう、なんて言うんだろう、一個その宿題が増えるのと一緒の感覚っていうか、だから結構カロリー使うんですよ。だからさ、もう毎日できたらね、経済的にもいいなと思うんですけど、いやー、なかなかそうもいかず、なんか今日はめちゃくちゃ久しぶりに作れますね、ご飯を。そしたらここに岩塩と、マジックソルトですね、これも塗っていきます。多分多ければ多いほど美味しいと思われる。そしたらちょっとごめんなさい、嘘つきました、マネージャーと包丁は使いますすいません、ニンニク切らなきゃいけないんだった。このニンニクを次はスライスして、このお肉の上にね、乗せていきます。
私さ、このね、パズーがね、ムスカたちに捕まって、シータはあのパズーだけを逃がすわけで、その時にそのムスカがパズーに小銭をさ、2枚かな握らせて返すんですよ。これで手を引けっていうか。で、あれでさ、そのパズーがさ、握らされた小銭をこう、うってこう投げようとするシーンがあるのね。で、そこでそのパズーがさ、投げようとするんだけど投げれないの。その結局、なんかこううーってなって投げれずに終わるんだけど、私はあのシーンがね、もうめちゃくちゃ好きでね、なんかあそこで小銭を投げちゃってたら私はね、嘘だと思うんですよ。だってさ、それこそさ、ドーラはね、こんな塊肉みたいな大きいの食べてるけどさ、ロブスターとか。でもパズーは本当に多分もともと貧乏な子で、シータとさ分けたパンも目玉焼きを半分こして食べるわけじゃないですか。もう一人一個ずつ食べれるわけじゃないの。半分こして食べるのがパズーなわけですよ。そんなさ、もうお金のありがたみも身に染みて分かってる子がさ、じゃあ握らされたその金貨をさ捨てれるかって言われたらさ、絶対捨てれないと思うんだよね、私。だからなんかあそこでパズーが道に小銭を捨てれないっていうのが、私はめちゃくちゃリアルだなと思ってて、あのシーンで私は一気になんかその、なんていうのかな、リアリズムっていうか心理描写がね、的確だなっていうふうに思うんですよね。あのシーン大好きなんだよね。捨てれないっていうところがいいわ。はい、切れました。そしたらこの刻んだニンニクとさっきのこのローリエですね、これを挟んでいきます。チャーシュー用の糸がついてるやつなので、ちょっと間にね入れていく感じで。刻んだローリエ、これはもうね、ちぎっていいらしいです。うわー、いい香り。うわー、もうこれだけで結構めちゃくちゃいい香りする。そしたらしっかりと揉んでおきます。こうギュッと押し込む感じですかね。そしたらここにオリーブオイルもかけてさらに揉み込みます。うわー、すごーい、なんか癒される。はい、というわけで揉み込み終わりましたので、これにラップをかけて、一晩寝かせます肉の水分をね出して旨味をこう凝縮してくれるので、この状態で一晩置きます。というわけでまた明日。はい、というわけで1日経ちました。こちらがね、冷蔵庫から出したやつです。あ、なんか閉まった感じがありますが、こんな感じで水が出てますね。これを取ります。できたー、美味しそうすぎるんですが、いやはい、こちらが焼き上がったやつです。美味しそうすぎない？いい色だ。そしたらこれを熱いうちにアルミホイルで包みます。外を熱した状態なので熱を閉じ込める。はい、包みました。これで20分ほど置きます。じっくり火を通すことでドーラが噛みちぎれるほどの柔らかいお肉になっているはずです。今回のねポイントはね、柔らかさと色だと思うんですよね。私、中は赤身でかつ柔らかい、そこを目指したい。では20分経ちましたので開けてみます。わー、肉汁がやばい。これはやばそうだ。うわー、いい香り。香りがやばい。おいしそう。よし、じゃああとはこれをうまく盛り付けして、なるべくドーラが食べてた時のような形にしたいと思います。では仕上げいってみよう。はい、というわけでできました。
感じじゃない？一応あの映画ではね、この断面が見えてる状態だったので、この端っこはもうすでに切ってあるんですけど、これであとはカッとね、食いちぎれたら完璧じゃないかなと。ドーラはね、このナイフでガンと言ってたので、ちょっとまずそれをやりたいと思います。いきます。3、2、1。あーあーこれだ。うわー、山賊。このまま豪快にいただきます。うおー、うん、切れた。うん、柔らかっ。おいしい。なんかお母さんに怒られそうだけど、おいしい。行儀悪いとか言われそうだけど、もうちょっと塩かけてもいいかもしれないけど、柔らかさはもう完璧ですね。まあ、ちょっと今回はあのお肉丸ごとなので、まあ、スーパーの中でも私はちょっといいとこのスーパーっていうかさ、ちょっとデパ地下みたいなところでお肉を買ったので、まあ、それもあるとは思うんですけど、でも全然下処理とか一切してないのに、こんな柔らかくて全く臭みもないし、油がめちゃくちゃ美味しい。甘い。すげーこれは美味しいわ。クリスマスとかにいいかもね。確かに言われてみれば工程も意外と少なかったし、まあ、時間で言うと1日かかってるので、まあ、そういう意味では時間もかかるんですけど、でもほぼほったらかしなので、これはかなり作りやすいんじゃないかなと思います。いや、一回やってみたかったんだよね、こういうやつ。このドーラのさ、このカっていうのとさ、サンのあのひき肉バチバチバチっていうのはちょっと一回はやってみたいじゃん。やったー、大成功。これはちょっともうグーの音も出ないっていうか、やっぱこうしてね、ジブリ監修のレシピ本が出てくれるっていうのはすごい嬉しいですよね。今のところこれが3作品目なので、ちょっと他の作品もね出てくれることを待っております。あの多分ね、 Amazon とかでも買えるので、ぜひ気になってるっていう方はね、あのジブリの食卓天空の城ラピュタ買ってみてください。すごいね、面白いです。はい、というわけでこちらは後でワインとかでも一緒に食べたいと思います。というわけで今回の動画もいいなーとか美味しそうだなーと思ってくれた方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またあのリクエストとかあったらね、ぜひコメント欄に書いてください。私全部読みます。というわけでまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。Thank you.